パンデリクティスは3億8000万年前のデボン紀後期、ラトビアに生息していた、肉絆の魚類である。獅子動物に似た、大きな頭をしており、肉絆とアカントステガのような原始的な獅子動物の間に存在する、ミッシングリンクを埋めるものと考えられている。パンダーライクシーズロンバレピス体長90から130センチメートル。 左右で体になる肉質のヒレを持つことから魚類と獅子動物の間をつなぐ重要な存在とみなされている。魚類から陸上で暮らす獅子動物への進化は解剖学及び生理学の検知から多くの変化を必要とするものであり、特に死を支える死体の構造が重要なものであった。パンデリクティスの良好な状態の化石は 死体の構造が変化しつつあることを明確に示す、貴重で重要な発見となった。ヒレから死への変化はまず胸びれから始まり、遅れて腹帰が続いたことをパンデリクティスの化石は示唆している。これは、陸上での生活へ適応していくにつれ、体を動かす役割が、徐々に、後方の付属死へと移行していったことを示している。また胸びれの死体は、 古い特徴を残しており、獅子動物への進化の道筋を知る上での良い見本となっている。パンデリクティスの体は浅瀬での暮らしに適した姿をしており、浅い水底を身をくねらせて動き、体を支えることができたように思われる。パンデリクティスの肺呼吸は人を含めた地上で暮らす、脊椎動物へと受け継がれていった。注目すべきは、頭頂部の呼吸口で、体を、 水の底の泥に隠している間もこの穴に繋がった管を通して水を吸い込みエラ呼吸をすることができたこの穴はやがて耳へと進化していき管の中では人の耳小骨の一つでもあるブミ骨が生じることになる2008年に CT スキャナーを用いてパンデリクティスの化石を再調査したところヒレの末端に放射状に広がる4つの骨が確認された 骨はどれも短くて、まだ繋がってはいなかったものの、ヒレと死の中間の様子を示している。その一方で、2010年1月には、パンデリクティスの生息年代よりも古い3億9700万年、前の堆積物から、保存状態の良好な獅子動物の足跡の化石が、ポーランドで見つかったと、ネイチャーが報じ。 パンデリクティスが進化に取り残された遅い時代の生き残りであることが分かった。足跡の発見は化石記録からは魚から獅子動物への変化の様子を知ることはできるがそれが起きた年代を正確に示しているとは限らないことを示唆しており獅子動物への進化を促した環境の要素についても見直しを迫るものとなった。デボン気候機の脊椎動物の種形成 エウステノプテロンのようなヒレを持った魚の子孫による適応の順序を示す。シーラカンスのようにヒレを持った魚もまた子孫に含まれる。フロス、ライナーポリー、ダニエル、エズ、パンダーライクシーズロンバレピスウィンフィッシュベス、ノーベンバー2005バージョン、ネイチャー、ザ・ペルビック・フィング・アンド・ガードル・オブ。 パンダーライクシーズ、アンドザオリジン・オブ・テトラ・ポッド・ロコモーション。ハット・ HTT、p コロン、スラッシュ、スラッシュ、www.news.com。AU、デイリー・テレグラフ、ストーリー。例。二万二千四十九、二千四百三十八万一千五百三十三から五百一万六千五百七十四。例。HTML。ハット・ AB、ニージビズッキー。G。スレック。P。 ナルキーウィックス、K、ナルキーウィックス、M&R バーグ、P、ネイチャー463、4348、2010、テトラポッドトラクウェイズフロムザー,アーリーミドルダボニアン。ピリオドオブポーランド、7ジャニュアリー2010、エディター、エッサムマリー、4フィートインザパスト、トラクウェイズプレ、デートアーリエストボディーフォッシルズ、ネイチャー463。ありがとうございます。